よく寝た。うお、もうこんな時間かよ。何時だ今。10時。10時。全く疲れて実家に帰ってきたんだから、もう帰省して、もう母ちゃん起こしに来てくれていいじゃないかよ。ひどい母ちゃんだよ本当に。起こしてくれよ。実家にいる時ぐらいな。もうん、この黄色いのなんだよ。なんだ、缶バッチ。いや、シミ。変なの。変なの。え、なにこれ。なにこれ。うん、なに。ベロがあれね、かわいい。ポチッとな。なんだろうね、ポチッとな。うわー、せーの。実家が穴だらけ。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 実家が穴だらけということで、どうもこんにちは、たむたむです。まさです。問い合わせで、た、はい、まあ、はい、よし。よし、じゃあやっていきましょうか。実家が罠だらけ。やっていきましょう。僕は初見です。まあ、たむたむ初見。そしてマサは、何度かやったことがあります。これやったことがある。やったことがある。見たことじゃなくて、見たこともやったこともちょっとある。ある。うん、あるある。どういうゲームなんですか、これは。ですね、あ、説明があるね。まあ、脱出ゲームなんですよ、これ。ほう。で、自分のその実家から脱出できればクリアなんですけど、この実家の至る所に、さっきもあったその缶バッチ的な、うん、あの丸い可愛いやつ、変なのがいっぱいあります。これか。で、そう、脱出ゲームっていろんな壁とかに触ってくるんだけど、基本的にあれだろ、鍵が時計の裏にあったりとかだろ。そういうこと、そういうこと。壁とか手探りで触ってったりするんだけど、その中に変なのが紛れ込んでるので、これ触っちゃうと爆発します。だから変なのを爆発するの、こいつ。爆発する。さっき爆発したじゃん。あー、そういうことね。変なのを避けながら無事に実家から脱出しましょう。はい、行ってみます。じゃあ、スタート。なんでこれ、さらされた BGM はこの。じゃあ、とりあえず実家から脱出しなくて。え、これさっきのやつ。これはそうだね、さっきと。え、押したらどうなるの、これ。なるほど、なるほど。よし、冒頭シーンで学習しなかったの。何これ、うざいんだけど。これはね、コメントがあるんだ。ギャルみたいなこと言っちゃったんだけどさ。なるほど、なるほど、なるほど。部屋の隅に何かあるよ。おお、そういうこと。あ、これ、うん、これは、息子へ、お母さんたちはちょっと用事があるので出かけてきます。新しいおもちゃの研究の一環であなたの部屋を少しいじくりました。何してくれてんだよマジで。ドアが開かないのはそのせいです。隔離ってことこれ。そう、あの、いや、あれだよ、いろいろいじくっちゃったってだけだよ。あ、いじくっちゃったらこうなっちゃったの。そう、バカ野郎。頑張って仕掛けを探してくださいと。バカ野郎。はい、仕掛けを押さないと開かないので頑張って仕掛けを探してください。はい、そういうことですか。はい、より、はい、仕掛けを探せって言ってんだよ、ね、なるほどね。まあ、ドア開かないと。開かない、ね、押しても開かないと。うん、布団ないないない。時計。うわ、うん。爆発緑なの関係あんのこれ。いや、関係ないと。そんな高い場所にヒントがあると思った。いや、バカにされてんで、若干。いじくったからさ若干バカにされてんで。いじくったからさ。ないね、なかなか。え、これさ、こうやってさ、なんか青ガムシャラにさ、うん、これ動かしてるさ、うん、なんかあったりする、こういうなんか。いや、なんかもう一個一個ちゃんと調べないといけないよ、これは。ほう、さっきこうしたらダメだったもんね。うん、したらダメだった。うん、うん。そっか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 、そうだそうだ。手紙をよく読んでみて。あれ、ヒント変わってる。あ、これ知り続けるとヒントが、あれあるのかね、ヒントが。ヒントなんだよ。手紙をよく読んでみて。ほうほうほう。あ、PS がある。お、ほんとだ。赤いポスターと対象のところに秘密があるよ。お、秘密がある。秘密ってなんだよ。赤いポスターと対象のところだね。あ、こういうこと。うん、対象の。おお、あった。おお、なるほど。なんか右左隅あるね。左下。イエス。おお。気づけ、そんぐらい。了解。結構広くないこの家。この家広くない結構。赤絨毯だよ、しかも。ほうほうほう。特にね。うわあ。1階降りるには条件があるみたい。何こいつら、俺らを通してくれないのか。通してくれないぞ。お、なんか散らかってるね、部屋が。散らかってるの。うん、紙、いろいろ紙が。紙、メモとかないのかな。ヒントないのかな。ないね。
うん、なんだなんかさ、うん、これさ、うん、テニスボールじゃない公式の多分やつだよねこれ多分公式のテニスボールじゃない。うん、やっぱりそうじゃないかよ。ダンボールにたくさん入ってたね。知るか。さあ、お、ん？あ、音楽消えた。なんだ。うわっ。おもちゃも侮れないね。こういうのもあんの？いろんなところに流れてそんだ。こういうのもあんの？テレビが。お、なんだ。テレビ。お、ついた。ホーリーナイトメア。ホーリーナイトメア。プッシュスペースとスタート。上のテレビの上テレビから変なのがたくさん出てきますので、それもアウトじゃん。寝巻きを着たキャラクターが変なのにぶつからないように操作しましょう。はい、画面右下にやられるタイマーが一周するまで逃げ切れたらゲームクリアです。お、ただし変なのにぶつかったら大変なことになります。爆発？いやでも爆発って書いてないよね。大変なことになるね。まあやってみようか。お、寝巻き。やだな、大変なことになるのは。これこのタイマーってことじゃない。 BGM がそこそこ紙 BGM なんだが、ひょわひょわひょわっつってるよ。いやーこれぶつかんないでほしいな。やだな、大変なことになって俺のパソコンが壊れるとか。そんな物理その現実世界にそんな、なんかあああ、何事もなかったかな。そういう、え、何これ戻れないの。これ戻れない。俺らこのゲームの、あ、上にも行けんのか。そうか。おお、結構簡単じゃないこれ。さっきも使ってたけど。そう。うん、お、半分まで行ったよ。あ、もう半分？半分。はい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 。あれ、はいはい。え、これ絶対クリアできないとこあんのこれ、もしかして。絶対クリア。あー、危ねえ。あ、危ない。おお、早い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 って。お、行った早い。ちょっと、いや、おい、おい、おい、まあそんなに難しくはない。おっ、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 うわー。いずれ。ちょっと待ったよ。そう、ほらねほらねほらね、あの最後のあの早い、あーいのか。あと4分の1だ。うん。もうクリアしてくれよ。するって。うん。東大元暮らし戦法。危ない。戻ろっ。ここだ。お、おー、なんてね。3個目のダメだ。嘘だろ。こんなところに時間取られてる場合じゃ。危ない危ない。おい、死ぬ時だけのリアクションに集中しようかな。もう死ぬつもりでいいんで、クリアしてくれよ。ああ、鼻が詰まってんだよ。そう、花粉症ですか。真ん中真ん中、左、よし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 、クリアだ。よし、やったー。よしよっしゃー。もうなんだよこれ。はい、廊下の方で音がした。音がした。はい、行こう。お、あ、ツルツルになってるよ。行ってみよう。廊下、階段が滑り台になっている。登れねえじゃんこれ。大丈夫か。一回降りますか。はい。お、じゃあ、うん、これも上からないけ。上がれないね。お、なんだあれ。なんだろうあれ、なんだろう、花じゃない。花あんなに踊る。いや、ダンシングフラワーだよ。踊り狂う、こんなに。いや、わかんないよ。わかんない。顔見えてるもん、若干これなんかあって。わかんないよとか言ってる時点でもう。そうだよ。だから、ほら、やっぱり。ちょっと可愛いし。触りたくなる気持ちはわかる。読まれてんな、これ。読まれてる。生き埋めされてんの。お、パズル。A B C D E F G H。 何その心の悪いね。そう、あ、これ2箇所いけるってことね。うん、鍵かかってる。ここ鍵かける、こんなところ。いや、大事なもの入ってんじゃないやっぱ。ああこういうもんが入ってるところね。青かったね。色の説明さしだしたら切れねえぞ多分これ。開かない。あ、冷蔵庫か。冷蔵庫か。まだ冷蔵庫。おお。いっぱいいる。いっぱいいるぞ。これなんでこれ凍ってんの。あ、なんだ一番上のメロン。
食べられるのかな多分無理だと思う変な駅とか出てきそうだからこれもしかして全部そうなの分かんないあ、押せない押せないのうっちょっと待って、今手抜きじゃない結構手抜きじゃない食べられるのかなで、今完全にパイナップルの上から描いたの感じだったじゃん、だってリンゴは真っ赤じゃない方が美味しいらしいよ何豆知識なのそのじゃあぶどうの豆知識聞いてもしかないいっぱいいた食べられるのかな、はいはいはい、もうねこの辺はねもう違うし、うん、鍵ここにあるし分かってはいたけどなんかあの氷のやつ気になるねでもなんて言われるんだろう氷のやつ触ったら触ってみようかじゃあ、うん、おお選挙してたよなんかボーリングの球みたいだったね何ポンドだろうね何ポンドでしょうねまあまあこれはどうしてカーテンの裏とかなんかなのかなおお太陽外の景色も見せてくれないんだね辛いね辛いっすよなんだこれテレビだおあなんかつけたらえつけたらどうせ出てくんだろあいつボーンあいけない分かってても押すえ KTNK ニュースニュースをお伝えしますイケメンじゃんこいつめっちゃ今朝首都高速道路にてこれ消せんのかな運搬中のトラックが爆発し炎上する事故が起きましたこれやばい爆発の原因は現在調査中ですがトラックの荷台から出火した可能性が高いためこれなんか運搬中の荷物の爆発の原因と見られていますこれやばいってちょっとちなみに事故現場付近では次のようなものが発見されていますちょっと待ってなんか分かる気がするんだけど行ってみようごめんこれは俺は忘れてた変なのの謎は深まるばかりだ忘れてたのかよなあれ何だったっけと思って見てたらやっぱ最後そうだったねもう何もないよねこれもうなんか暗号っぽいけどさっきどこの鍵だっけ両親のあてかこれそのまま出れないのこれうん靴箱も何もないし、ね、色々これ出るのが目的だからねなああなんかもうすぐ動かなくなっちゃった動く何してんの何して戻るでしょまたそこまで行かなきゃいけないの俺はい、はい、戻ってきましたちょっと待ってごめんなさ いさっきねほんとねタムタムが全然違うものを間違えてクリックしちゃってそうなんだデータが吹っ飛びましたまあでさっきと同じとこまで来たからちょっとここでそうだ、ね、待ってるんだがどうしようかまず出てみるもう脱出してみるどうせいると思うんだ俺どこにいると思う開けてすぐもうなんかもう壁か壁なんか開けて黄色い壁で開けた、ね、あのやつの顔がみたいなあそういうことドア扉を開けるには条件があるんでまあ簡単に出してくんだよねあここねおうあマサさんはい何でしょうこれはいそうでしょ地球儀じゃんどうしたそうでしょ地球儀だよ基本的に丸いの俺疑ってるんだけど今基本的に地球を知るためのものだよそれは押すよ おう地球儀としての役割を果たしていないね半球だもんなだってもう半分あいつなんだろうだってもうてかお母さんのベッドでかいなこれお母さんでかいんじゃない何アジャコングみたいなおなんだ鍵だ鍵だな食器棚の鍵食器棚の鍵ってことはさっき開かなかったのがあってね食器棚ああ食器棚ここね左開けたらなんかうわーいるねとりあえずちょっと待って、うん、鍵はもうあるの分かってんだ鍵あるこれ怪しいよねまずどれこれ怪しすぎるでしょだってとりあえずちょっとまあまずちょっとあからさまなのちょっとさっきでちょっと食器をちょっと食器大丈夫なんじゃない食器は食器でしょさすがに生活できないちょっと行く座ってはいよあもう普通そのまま行く直下面直下だなどう見てもあれ分かってるけど怒られてんじゃんか若干じゃあ鍵取っていきますひどいフェイントだよね本当だよじゃあ何鍵が他にあるの、まあ、こいつもいるな鍵なのこいついい感してるわ
お前知ってたの？いや、いやそのさ、鍵じゃなく、あの何、何銅像みたいのによく注目したよね。あれ畳。いや、銅像の鍵っておかしいだろ。あ、これさっきのあれじゃない？テーブル？そう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 。A、B、C、D。これ A、B、C、D まで覚えるから。ああ。覚えて、その方が。F、G、H、ね。A、B、C、D、E、F、G、H。OK、OK、OK。よし、じゃあ。A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, E, F, G, G, H. G, H. え？違くね？ G, H. ど、どこで間違えてるの？押す順番があるみたい。ここ違った。これ最後だもん、ここが。こことここだよ。Okay. A, B, C, D, E.F、した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 あぶるぶる、F、F、あっ連打した連打しちゃった、間違えて知ってます、知ってます、はい A、B、C、D、E、F、G、H 自信おうほう地下地下地下おぉこれはもう壮絶おるな、おるな俺の分かる限り、うん、無数にいるんだが、うん、どうしようか。まず絶対これはペロペロキャンディーではないよね、多分これ。一応見てみる、なんかあるかもしれないし、鍵かもしれないし、さっきの銅像の例で言うとちゃうよね。全然ゴールまであと少しだよ。おー、励まされた。その水槽の水槽の中、まあ確かに気になるよね。押すよ。おう、うわゴールまであと少しだよ。俺 3D メガネだったら発狂してた今。な、今度そのドッジボール台のヘイ、あーもう直下型な、もうこのゴールまであと少しだよ。こっちもそうなのか。ゴールまであと少しだよ。もうなんか爆発に慣れてきちゃってる自分がいるからな。同じことしか言わなくなってるしね、あの、うん、コメントも。このたまたまがなんかなんかね、このメモとかなんか、うわなーり、ゴールまであと少しだよ。これ一つずつ調べなきゃいけない。どうでしょうか、メモ。うわじゃねえ、うわじゃねえんだ。うわじゃねえんだよ。そのちっこいの多くないこれね。ちっこいやつね。お？え？なんか書いてある。こいつの最大の欠点は爆発することだ。強く押しても叩いても触れても視界に入っても必ず爆発してしまう。ひでえやつだな。これじゃ商品として成り立たないじゃないか。なんとかして直さなければ。どうやって作ったのこいつ商品なんだ。え、待って、今これだよね。うん。おぉ。いい方法。思いついた。こいつらは仲間同士と不思議な力で繋がっているから、それを利用すれば爆発を防げるかもしれない。しかし時間がない。急がないとあれに間に合わない。あれってなんだろうね。なんだろう。いよいよ明日に迫ってきた。せがれの部屋に忘れてきたものと同じ色のもので制御できるようにしたので、こいつの問題解決した。明日を待つのが楽しみでしょうがない。せがれは喜ぶだろうか。私たちの偉大な発明を。どうすれば制御できるか忘れないようメモしとかなければ。え？何？同じもの？せがれの？部屋と同じものって何？せがれの黄色いやつ？もう一回読んでみる。せがれの？忘れてきたものと同じ色でのもので制御。何？せがれの部屋。この黄色いあれ？ああ最初に落ちてたやつ？黄色？ああ。ダメじゃねえかよ。ペロってしてたよ。え、どうするのこれ。せがれの部屋なんだろうね。なんだろう。ちょっと待った、積んでる。同じ色のもの。緑ですよね。せがれの部屋、緑色のものなかったっしょ。ゴールまであと少し。白、時計の白ねえな。せがれの部屋真っ白だったけどね、そんなこと言ったら。なんか
これどうすりゃいいの、これ戻れない、俺の部屋なんか戻れないな、あ、戻れないんだ。ええ、これ知ってる、何か、何、分かる、分かってる、俺は若干覚えてるからちょっとヒントとしてあんま言えないけど、うん、いろんなものをね触ってみた方がいいかもしんないよ。こいつだけなんか仲間外れ感がすごいけど、一緒かい。これまであと少し。分かってんだよ、分かってるんだよね。あ、あの、あの青だったねみたいな。ああ、青かったね、青い。純色な青だったね。ゴールまであと少し。もう分かんなんだろうね。あ、でも青何個かあるからこっちも、もうちょっといろんなね、もう、え、かわいい、は、寝た、赤、寝たね、どういうこと、赤、お、あ、開いた、出る、不良だった、おうおう、やった、やった、脱出、やったえ、もう終わりこれ、うん、え、おう、抜かった、ゴールはそっちじゃないよ、抜かった、ゴールはそっちじゃない、え、連打した、連打しちゃった、おっ、後ろ戻れないのこれ、え、なにこれ、ね、ん、え、なに、今何した、何をした、ポストをした、お父さんとお母さん、怖いだろ、ちょっとどうしたお前ら。こんなところで何してるんだよ、え、怖い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 、目が怖いね、お父さん、太郎にあのこと伝えたら、そうだな、もう隠すことはないからな。太郎、お父さんたちは新しいおもちゃの開発をしていたんだよ、変なのっていうおもちゃなんだが、ネーミングセンスな、これが大手のメーカーさんにえらい気に入られてな、明日から売りに出されるんだ、お父さんたらもう張り切っちゃって昨日から寝てないのよ、太郎、これは売れるぞ、間違いない、それでこんな顔になってんのこいつら、いや、顔がね、あら太郎どうしたの、え、はい、はい、というわけで終わったね、いやー案外早く終わっちゃったね、でもそうだね、一回切れちゃったけどね、うん、途中でねやり直したけどね、うん、いやでもこれ面白いっしょ、うん、かわいいっしょ、っいやこれはね、またこういう感じのやっていきたい ね、おお、ありがとうございます、ありがとうございます、音楽提供者、作ってくれた人、そして見てくれた人、ありがとうございます、エンド司会数19回、まあこれちょっとまあやり直しちゃってるから、うん、少なかったかね、うん、よーし、というわけで、最後まで見てくれた人ありがとうございました、ありがとうございました、それでは、マサ&タムタムでした、はい、それじゃあまたね、バイバイ。